さっきカントベーシ1曲でね終わっちゃったんで、このじゃあバジリッチは2曲やろうかと思って、じゃあなんでさっきすごいノリノリのやったんで、今度はちょっとしっとりとっていうと、こういう曲が用意されてたんで、私も人前で吹いたことはありません、初めてなんですが、吹かさせていただきます、ザ・ウェイブ。
conducted by 西田寛。素晴らしいですね。どうして今日そんないい格好してるのか分かりました。僕はバンマスの早川さんよりもいい格好したらまずいって言ってるのに、どうしたんですか君はと言ったらね、さっき言ったらね、このこういう仕掛けがあったんですね。どうも、もう一度西田寛でした。これいいアレンジですよ ね、 ね、あのシナトラのバージョンとはまた違うアレンジで、でもとっても素敵です。こういう曲とあのなんかもう一曲なんかシナトラのバージョンをちょっとやってみたいななんて思ったら、ちょうどそういう曲がここにあるんですよね。でこれはあのですね、あのジョージ・ロバーツさんっていうね、世界の神様のような方がですね、さくらんぼでライブをやっていただいたんですが、その時に、1曲目に吹かれた曲なんですよね。ジョージ・ロバーツさんはそのスタン・ケントンから始まってですね、シナトラのレコードにはもう何百回となく参加されて、このお写真がそうなんですね。これはさくらんぼでライブをやった時の写真なんですが、これが、ジョージ・ロバーツさんが世界中にのトロンボニストのために私は遺産を残すってやつですね、譜面と CD が一緒になったこういう出版物が出たんですが、実はこれはさくらんぼでのライブの写真です。そのジョージ・ロバーツさんが、演奏された曲をですね、なんとその時にカセットテープでやられたんですね。あの偉い人がですよ、福沢君といってですね、中央大学の OB、 素晴らしいトロンボニストなんですが、アレンジがとってもいいのでですね、じゃあ私がそれを弾き上げましょう、学生連中が1日がかりですね、たった1日で写譜をして今日上がってきました。How do you keep the music playing? これはあのとってもこう涙が出そうな詩が書いてあるんですが、ある人に今訳詞をお願いしてるんですが、まだ届かないので私説明できないんですけども、ちらちらこう見てると、なんかあの音楽ってのはなんて素晴らしいんだっていうことが書いてあるね、とっても素晴らしい曲なんですけど、シナトロが LA is my lady っていうレコードの中で歌ってる曲です。 How do you keep the music playing?
Thank you.